名古屋で一緒だったんです。会った瞬間に俺は海外行きますって言いました。初対面で嫉妬してきたり、なんか聞いたら誰だろうと思ったら俺は本田圭佑です、うん、知らないけどワントラーさんなんで強いんですかそんなにっていうのを聞いてきた、すごく向上心強い、間違いない、あの何でも吸収しようみたいな、だからあそこまで行けたんだろうなっていうのは思います、ね。ということで本日はコラボ企画第4弾、東福岡のレジェンドであり、現在はサッカーのエージェントとしてもバリバリ大活躍中の金子さんにお越しいただいております。金子さん引き続きよろしくお願いします。いやー楽しみですね本当これは、はい、また尺取りますよ、大丈夫です大丈夫です、バンバン喋っていただいて、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。もともとラグビー日本代表のエディ・ジョーンズさんが作ったやつで、なんか練習で追い込みたいけど怪我させたくないっていう、そりゃそうだ、はい、なんでこう、うん、普段の日頃の一日の疲労感とか睡眠の質とか、うん、そういうのを残していくものになります。ただ自分の状態を知るっていう、うんうんうん、それって酒井豪徳選手がドイツ行く時に個人契約して持ってったんですよ。そうなんだ、今日の脈拍とか体温とか目睡眠の質とかよく寝れたかとか、うん、そういうのを残して自分を知って次のトレーニングに向けて調整するっていうのを可視化したものになります、うん、数字化したものになります。だから自分の主観データを入れるんですけど、うん、今だと高校でも GPS とか、はい、うん、ありますね、ここにね背中の上にそういうとこ多いんですけど、主観データと客観データ、うんうん、疲れてないのに走れてないとか、なるほどなるほど、走れてるっていうこのギャップがあると怪我をしやすい。でもありあ、それ分かります。そうです、うん、だそういうのを高校でもすごいデータ取ってるんです今。へえ、高校の頃から。で、あとは J のチームも今そこに自分たちのシステムを使ってデータを入れ込んでる。だから育成からしっかりデータを取って選手を育てるっていうか、うん、そういうのは体組成とか体脂肪率、そういうのを残す。でもコロナでこうなんか記録するのは当たり前になったじゃないですか。そうですね、体調管理の、そうです、そうです。睡眠は結構重要で、大事ですね、はい、旦那さんめっちゃ寝かせますじゃん間違いない、寝ろって言って寝ろって言って寝かせますじゃんいろいろ、まあ、そういうデータが自分たちは持ってる、まあ、教授とかそういう方たちといろいろ研究して作り上げたものがあるんで、今でも1400チームぐらい使ってます、全国で。そうなんだ、はい、オリンピック去年のオリンピックも半数以上が使ってました。そんなにすごいな。 G リーグも24チーム以上使ってますね今。へえ、っていう意味ではなんかこう怪我、まあ、さっきの話じゃないけど、うんうん、怪我してもやるっていう時代だった、うん、そう2人から、まあ、よりコンディションを見つつ確かにこうパフォーマンス上げるっていうところにこう、うん、行き始めたんですかね。うん、だからでもすごい聞いててやっぱ自分がやりたいことをされてるなっていうのが羨ましくもありますね。なんかすごい、なんかそうですね、自分がやった経験をしてほしくないなっていう、うん、怪我とかもそう、怪我とかをされて、まあ、ある意味サッカー人生が、うん、まあ、それでもすごいんだけど、もっと本当は行くはずだった自分が怪我でっていうところの人生を踏まえて、それで今のサッカー界に落とし込めるところ、自分が役割できるところっていうのがワンタップだったりとか代理人で、まあ、選手を育てるっていうところね。そうですね、本当に、うん、でもなんか活躍しなかったには要素があるなって、自分がエージェント業をサポートするのは移籍じゃなくてどうやったら選手を伸ばせるか、大事、まあ、食事とトレーニングとその辺をどうやって選手にコミットしてやれるかっていうのが自分がやりたいエージェント業かなって。でもそうしたら今だから、だからこそだけど生さんは、そうやってコンディショニングのアップ、ね、そうです、ワンタップをやりながら、はい、エージェントも手伝ってるっていうのが自分のやりたいことにつながってるんですね。そう、やりたいこともそうだし、うん、後悔もあります、まあ、さっき話した確かに確かに選手権でこう肉離れして、であの時やめとけば、うん、自分のキャリアは変わってたなって思うし、確かに自分が現役の時よりやっぱ
界で活躍する選手増えたんで。めちゃめちゃ増えましたよね。増えたじゃないですか。もう間違いない。海外でプレーするなんか無理だと思ってましたもん、ね。うん、でそういうのがやっぱ小野伸二さんたちが行って、そうですね。本田圭佑とかね。確かに確かに。で彼も名古屋の時一緒だったんですよ。本田圭佑。そうなんだ。もう会った瞬間に俺は海外行きますって言ってましたね。すごい。初対面で。すごい。名刺代わり、名刺代わり。本当ですよ。すごいな。それも引っ越してきた日です。引っ越してきた日に、なんか中で誰だろうと思ったら、俺は本田圭佑ですっていう、知らないけどって思ってきた。そしたらめっちゃもうガントラーさんなんで強いんですかそんなにっていうのを聞いてきたんですよ。だからすごく向上心強い。間違いない。何でも吸収しようみたいな。だからあそこまで行けたんだろうなっていうのは思いますね。引っ越してきた日なのにもう海外に行きますって言ってたんですか。そうだ、瞬間に。上手くなる子のなんか共通点かは分かんないですけど、はい、こうなんか自発的な子が多いな。東山の監督の福重さんが、はいはい、鎌田選手で自分にプラスになる情報だけを取って一回吸収してアウトプットするときに必要なことだけを抽出してって感じです。すごい。聞く力は強いですよ。でいらない情報は排除しちゃうみたいな。すごい。さっきも話した本田圭佑も自分にとっていい情報を取るし努力するしっていうのを感じるとやっぱ選手個人のそういうパーソナリティーっていうのがすごく重要。大事。まあ会社も一緒かもしれないですけどね。まあまあ、うん、何でも転用できますもんね、そういうのね。そうそう、自分がどうやったら生きるかみたいのを探してる選手がこう残っていくのかなとか。結局は考えれる選手なんですね。そう。でもね、自分と向き合う時間が長くないとそれってわからないじゃないですか。そうそう、全部がいい情報だと思っちゃうけど、うん、自分と向き合ってるからこそ取捨選択ができてく。なんか自分たち そのさっきのワンタップは数字化で、あ、今日何点だ、自分のコンディションが何点だっていうのを見て、あ、じゃあもうちょっとストレッチとかやんなきゃみたいな思ってくれたらいいなっていう。なるほど。頑張るだけが、ね、練習じゃないんだって。そうですね。考え、その今の、はい、まあ、今インハイの季節じゃないですかこれが、ね、なんでちょうどその高校年代とかもしくはまあ大学年代でもいいですし、うん、ね、エージェントのお仕事も手伝われてるってことなんで、うん、そういうのでちょっと今後注目の選手っていうのはちょっとソラレ的な目線でもやっぱり必要だと思うんで、ね、小賀大蔵、小賀選手いやだからそれは違う、もう終わってるんだけど、もう終わってる、まあ、偉大な選手ですけどもういいかなもういいかな。いや、そうですね、代表 U19 かな見に行った時に、感じたのが福田師王、うんうん、はい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 、これはねは、うん、まあまあ本当騒がれてるんで、うんうん、実際見たいなっていうのがあったんですけど、やっぱ嗅覚、ゴールの嗅覚もそうだし、うん、得点感覚みたいなところはやっぱすごいなっていうか、希望なものがある。いや、インターハイでも点取れるんだろうなっていう、逆にこう注目されてるからインターハイでどれぐらいできるのっていうのも、なるほどなるほど、はい、マークされた上でどんだけ結果出せるかっていうところを見たいなっていうのはちょっと注目しなくだしよ。他はそうですね、あと大学とかで全然大丈夫ですよ。今東京国際って今関東チームで首位なのかな、まだ勝ってるんですけど、うんうん、フォワードで佐賀康介くんっていう選手がもう開幕4試合ゴールしたりとか、彼自身はちょっと怪我が多くて、怪我がちょっとあるんですけど、でも左足がそうですよ。あ、そうなんですか。はい、左利きで、へ、で体もでかくて、何センチぐらい、80ぐらいですか。86だって。でかそうなんだ、でかそ それで嗅覚もあるんですか。ある。なんか最強だ。日本ってこう大きくて強い選手っていうのがちょっと苦手だから、うん、そういう意味では、まあ、彼もまあプロに行ってこう結果出したら化ける、化けるっていうか、ある意味もっと上のレベルで飛躍するかもっていう。なるほど。嗅覚ある選手ってでもいいですよね、そういう意味では。うん、でダビドビジャと自分はエージェント会社提携してるんですけど、
ちょっと待って新しい名前出てきました。これダビドビちゃん知ってます？見たんですよ。ダビドビちゃん知らないでね。もうなんか今これぐらいの距離になっちゃった。画面から離れちゃう。ちょうどまあうちの社長がこう一緒に提携してやるっていうので。あ、そうなんだ。すごい。2年前でしたっけ、3年前、ビジャが引退するときに自分も引退試合見に行ったんですよ。ビジャの引退試合の後にあのブランドで全トロフィーが並んだんですよ。ワールドカップとか。わざわざ持ってきたってことですか？そう、引退のために。すごい。どんだけあんだろう。え、スタジアムって神戸？神戸、そう、ノエスタに並んだんですか？並んだんです。これ知らない人多いんじゃないですか？すごいな、ね、そこの真ん中で写真撮って。彼の、まあ、代理人とエージェントとそのグループ作って、うん、まあ、中南米だったり。ビジャが言ってたのはその感覚的なところっていうか、うん、再現性みたいなこと言ってました。だからこう、うん、練習の中で、あ、ここに来るかもとか、はいはい、まあ、それが多分嗅覚だと思うんですけど、うん、まさに、あ、このシーンだったらこういうとこ来る、予測、うん、動ける選手、それががむしゃらじゃなくてここに走んなきゃみたいな選手が多いと思うんですけど、そうじゃなくてその状況を把握してどこポジション取るかっていうのを頭使うんだ。そう、だからビジャに聞いても覚えてないっていう、その決めた感覚を、まあ、でもなんとなくここに来たら入るかもみたいな再現性みたいな。へー、はあ、それはやっぱもうその練習とかどうとかっていう話じゃないんですよ。やっぱ感覚的なものなんですか？でも多分その練習をどういう練習するかっていうのが大事かもしれない。考えて練習やってるのか、ああ、ただこうがむしゃらにやってるの か、 だからそれがフィジカルと技術の、なるほど、なるほど、サッカーの違いなのかな。でももちろん、もちろんフィジカル重要で、うん、あのうちのなんかこう、まあ、イベント的なことでスペインにチャレンジさせる企画があって、で彼が学んだことってやっぱ守備なんですよ、スペイン。へー、守備できない選手っていうのはサッカーで戦えないとか。やっぱこうフィジカルも技術も両方大事っていうのは、まあ、当然そうですよね。当然そうです。特にインハイなんかはもうね、毎年最初にトーナメントですからね。そうですね。トーナメント戦になるとまた戦い方的にやっぱありますね。うん、フィジカルはそうですよ、ね、夏場ですからね。確かに地獄の管理はした方がいいですね。確かに確かに、うん、いやー楽しみだな。どう勝つか楽しみですね、本当にね、このインハイも本当に。じゃあ金子さんがこう、まあ、エージェント業務をされてるということで、はい、その中でこう注目してる選手。そうですね、今カザフスタンかな、U21、はいはい、韓国とかみんな23で U23 で出てるんですけど、この間韓国に、3-0 で勝った試合があるんですけど、うん、日本が 3-0 だっけ、ちょっと確認してもらっていいですか？30です、30です。はい、はい、30です。でそれこそ監督が大岩剛さんって、鹿島、うん、一緒にセンターバックやらせてもらった人とか、そっか、まあ、コーチに羽田健二って羽健、まあ、いたりとかで、まあ、ちょっとこの間韓国戦見たんですけど、すごくあのプレーの強度が高くて、特にフォワードの鈴木唯人選手と、めっちゃうまいですよね。あとはあの細谷選手、はい、鹿島発信はレースですね。そうですよね。あの2人はすごく良かったですね。もちろんあのディフェンスのチョイサン選手とか、はい、はいはいはい、とかもちょっと注目はしてるんですけど、すごく良かったなっていうのは。でも鈴木唯人選手はもううちでも結構取り上げてて。あ、そうなんですね、はい、こうなったところ、あ、もっと行きますよ。まだ行きますか？多分これはまだまだ行かしてもらいますね、うちも。じゃあそこでこれは多分、まあ、ここからね、どういう経歴を歩んでいくかっていうのは、うん、確かに確かに。でももうすでにそうやってね、分かんないですけど、スペイン側 の、 その代理人も注目して見てるのを見てるってことなんですね。そうですね、たまたまあのビジャの代理人の方が日本に来た時に、うん、日本のレベルっていうか、うんうん、なんかイニエスタがダゾーン、あ、ヴィッセルでプレーしてる、はいはい、こうスペイン人も日本のプレーを見ること機会が増えた。いいな。ただ、まあ、古橋選手もそうですし、はい、原選手と、まあ、あれは監督が連れていったのもあるんですけど、注目されてるっていうのと、やっぱ他のヨーロッパの国よりも安い。なるほど。でもなんかこのね、上げなきゃいけないっていうのもちょっと思いますよね。まあ、そうですね、日本人の価値を、確かに確かに、しっかり払ってもらうみたいなのも、うんうん、なんか
自分が働く上では課題だなっていう。さあ今回も、金子さんありがとうございました。もうね本当にこう深い話ね、金子さん深かった、深かったですか、深かったですよ、非常に面白い話ばっかり、また次も呼んでもらえたらかなり普通な話をねはい、もう聞けてかなりいい動画になりました。ありがとうございます。ありがとうございました、本当に、はい、ということで、ソラーレを始めてみたい、 NFT なんとなく興味があるよ、そしてサッカーが好きな方、そんな方はぜひお気軽にチャンネル登録と、そうです、はい、OK、チャンネル登録とグッドボタン、はい、お願いします。ありがとうございます。これからもね、あの有名な方とのコラボをどんどんしていきたいと思います。次はあの有名な YouTuber さんかもしれません。皆さんのね、入部お待ちしてます。